はい、東京大学の金子です。僕は、まあ、理論物理の人間なんですけれど、それでなんか生物を理解しようということをやっています。で、物理の人間から見ると生物というのはなんかすごく不思議なわけですね。で、それはなんか非常に一方でうまくできてるけれど、なんか普通の機械と違ってなんか非常に柔軟に決まった動きをするんじゃなくて、こうなんか環境に応じて適当にうまく別な動きをするとか、なんかうまく進化できるとか、そういう、こう不思議な性質を持ってるわけですね。で、こういうのを何か物理の言葉で、どこまで理解できるか。で、そのためには今までの物理をもっと拡張して、新しい理論を作っていかなければいけない。で、そうやってだんだん見えてきているのは、生物というものがカチッと決まってないで、なんかいろいろ揺らいだり、時間的に変動したり。で、そういう性質を持っていると。で、それを利用して、いろんな外界に対する外界の変化に対してうまく適応して振る舞うとか、いろんな状況に向けて進化できるとか、あるいは場合によっては、万能細胞からいろんなものに多様化していろんな種類の細胞ができてくる、そういうような多様化とか、まあ、そういう性質がだんだんできてくるんじゃないか。で、そういうのを、まあ、計算機を使っていろいろ調べるとか、数式を使っていろいろな、そういう説明をするとか、一方でそういうことをやっている実験の人といろいろ議論して生命とは何かということを、突き詰めようと突き止めようとしています。